いきませんよ。サクさん、ボルト、ボルト逃げろ。言うことを聞け。守れと言っただろう。一体どうなってんだ。別の空間に飛ばされたようだ。大月が刺客を探しているという連絡をサスケからもらってな。あいつは倒せたのか。まだだ。そうなる前に刺客を安全な場所へ届けなければ。ずいぶんやられたもんだな。なんてことはない、感知できる。それを防ぐにはこの茶釜を使うしかないんだ。俺の誇りにかけてお前を大筒木から守ってみせる。てめえが死んだところで悲しくもねえけどよ。なんだ。資格を木の葉へ運んでほしい。届けてくれ。お前の足なら3日でたどり着けるはずだ。もう一つ。うん？頼まれてくれるか、新規。ボルト、火の国に入ったら道案内は頼めるな。ああ、今のお前にはないものをボルトは持っている。わかりました。意外と重いんだな。何よ。うるせえな。妙なもん張りやがって。お前を守るためのものだ。刺客様、こちらへ。自分が運びます。うん、そう。仕方ね。しばらくボルトが運べ。あらや、父上を頼んだぞ。任せときな。遅れるなよ、渦巻きボルト。大丈夫ですか。お前のスピードに合わせている暇はないんだ。くそ。なあ、こっちの方向でいいのか。いい。疲れたか。どうってことねえってばさ。ここに来れば通信装置の一つもあるかと思ったが、当てが外れたじゃん。このエリアで他に木の葉と連絡が取れそうな施設はありません。美獣も証言したりすんのか。もちろんだとも。疑うのか。ちょっくら行ってくるぜ。よいしょ。じゃあルートは決まりじゃん。ボルトを呼んでこい。いや、ただ証言したいって言うから。美獣がそんなことするか。よくも騙しやがったな。あ、バレたか。意外と早かったな。
ほら、行くぞ。資格様は俺が預かる。話が違うだろ。今は任務中だぞ。余計な感情はミスを生むだけだ。二人ともそこまでだ。とは反省しろ。それは分かってるってばさ。けど新規は口下手だからな。そこは勘弁しろ。どうだ、もう少し休むか。その必要はねえ。周囲に敵の気配はない。叔父上こそ休んでください。ちょっと気張りすぎじゃねえか。今夜は一段と星がよく見えるな。ええ、わかりません。ボルトから何を学ぶことがあるのか。いずれわかるさ。新規は水を汲みに行かせているところだ。どうした？何かがこっちに向かって近づいてきてやがる。返り討ちにしてやろうぜ。俺はクグツのスペシャリスト。負ける道理もないじゃん。叔父上の言う通りだ。俺たちは木の葉を目指すぞ。どうしてだよ。お前らはここで止まってる場合じゃねえじゃん。タンクローさん、後で絶対に追いついてきてくれよな。やべえ、負けるわけにはいかねえんだよ。クロさん、本当に一人で大丈夫なのかよ。問題ない。まあ、クグツとの戦いなら任せろって自信満々だったもんな。大したことねえな。こいつは別格だ。何としてでも食い止める。それが俺の役目じゃん。どうした？敵？なんだ、ただのトカゲかよ。ああ、やだやだ。神経臭いったらありゃしねえぜ。ポンポコポチン。ほれ、先を急ぐんだろ。あいつ、いつもああなのか？さあな。誰か。敵っすか？ガーラだけじゃなく、サスケのやつまでそんなことに。俺らは、ボルトたちに合流するべきだと思うぜ。カンクローがついてるとはいえ、全てのクグツは持ってきちゃいないはずだとかするだろうさ。たとえどんな手を使ってもな。砂に潜れるクグツはお前だけじゃないんだぜ。これで全部か。セルには何だよあれ。あれは起爆札の爆発だ。大丈夫なのかよ。
前まさかそれを分かってて。そうだ、優先順位を間違えるなよ。そして何度も言わせるな、確実に守り木ノ葉まで送り届けること。違うか？決まってんだろ、勘九郎さんを助けに行くんだよ。俺たちの役目は。うっせえ、俺たちは機械じゃねえんだ。構わねえ、仲間を見捨てるようなクズに俺はなりたくねえってばさ。お前一人で行くのか？当然です。マリオバさん、シカダイ。シカダイ、あんたは周囲をもう少し調べてな。ここを見てくれ。叔父上の仇は取らせてもらう。里まではもうすぐです、風影様。